あ、皆さんこんにちは、石平郎中国深層分析でございます。今日は2020年10月5日ですけれども、今日のテーマはこれでございます。反腐敗総大将に向かう腐敗摘発の懸念、発動された中国流権力闘争の恐ろしい法則ということですけれども、それはどういうことなのかとなりますと、実は10月2日ね、中国でちょっと建国記念日、国慶節の、最中だったんですけどもね。で、中国の各メディアが、一人の、共産党幹部が取り調べを受けたというニュースをね、大きく流したんです。例えばこれは新華社通信のサイトが、それ流したニュースですけども、この東光という人がね、取り調べを受けたというニュースを結構大きく、流したんです。あるいは、当日の北京日報ですよ、この東光という人が取り調べを受けたニュースで速報として流したんですよ。あるいは、北京万報という、有刊誌ですけどね、それも当日のうちにね、有刊誌北京万報のサイトが実はこれは何か重要ニュース、重大ニュースとしてね、この意見を伝えたんですけども、しかし考えてみれば、東光という、幹部はね、実はね、考えてみれば何か重大ニュースとして伝えるほどの人間でもないはずですわね。彼はどういう人間なのかとなりますと、簡単にまとめてみますと、1953年生まれて、現職は中央巡視組副部級巡視船員というポストであって、以前も中央第二巡視組の副組長、あるいは中央第十二巡視組組長を歴任したという人物ですけれども、ここに出てるこの中央巡視組とはどういうものなのかとなりますと、それは中央規律検査委員会直属の組織であって、要するに検査委員会の命令を受けて各地方を巡視して、地方幹部の腐敗摘発を行うということです。で、後でも詳しくお話ししますけども、この東光という人はね、中央規律検査委員会の前書記の大木山の側近として委員会に入って、今までは腐敗摘発で夏湾を振るったという人物ですけどね。で、ですから、中国の各メディアが彼が取り調べを受けたというニュースは何か重大ニュースとして流した、理由の一つはやっぱりこの東光はもともと腐敗摘発する幹部が、今回は自分の腐敗で取り調べを受けたということは、それニュース性があるんですわね。それが理由の一つであって、実はもう一つね、やっぱり中国の国内メディアがそこが非常に敏感ですよ。要するに彼たちがこのニュースを大きく流したもう一つの理由はね、要するにこの東光という人と今中国の現役の国家副主席の王岐山という人とはね、非常に深い関係にあるんです。それはどういうことなのかとなりますと、この二人の経歴をまとめてみたら、対比してまとめてみたら、もう一目瞭然ですよ。例えば王岐山は、1998年から2000年までに広東省の副所長を務めた。その時ね、東光は広東省政府発展研究センターの主任で、後でまた広東省政府副秘書長を務めたんです。で、2000年までに王岐山が広東省から転勤して、国務院経済体制改革弁護室主任を務めた。その時には東光は国務院経済体制改革弁護室所属の三陵市の市長を務めたんです。で、王岐山はさらに2002年から2003年までに今度が地方の海南省へ赴いて、海南省党委員会の書記を務めたんですけども、で、その時は東光がまさに海南省党委員会の副秘書長を務めたんです。
で、王岐山がまだ2003年から2007年までに北京市の代理市長、市長を務めた。で、その、時期はね、この4年間は東高はね、まさに北京市政府の副秘書長を務めた人物ですよ。ですから、この2人の、まあ、1998年から2007年までのこの9年間の2人のある足跡を見てみますとですよ、東高がずっと王岐山に追随して、王岐山がどこへ行けば必ずあのついていくんですよね。それで王岐山に伝える、使える、まさに、まあ、送金の中の送金であって公文の中の公文ですわね。いや、ですから今この東高が取り調べを受けたという話を聞きますと、大体中国の政治が分かる人ですぐあの考え出すのは、要するにそれでは、まあ、王岐山が危ないのではないかということです。いや、そこに出てくるのは、まあ、要するに中国流権力闘争の恐ろしい法則のその位置がこれですよ。まあ、要するに敵対象を潰すのに、まずその送金からあの叩くということですから、まあ、この法則からすれば、じゃあ東高の摘発は実は王岐山潰しの前兆ではないのかと、あのおそらく中国の各メディアも敏感にそれを察知したからこそ、あの東高というね、まあ言ってみれば、まあ小諸の幹部の、取り調べを受けたというニュースでそれほどね、あの大きくね、あの伝えるんでしょ、あの何か重大ニュースとか速報として伝えるんですわね。じゃあ問題は、これで危ないと思われるこの王岐山はどういう人間なのかとなりますと、まあ簡単に紹介しておきますと、彼は、1948年の生まれであって、現役の中国国家副主席で前政治局常務員であるんです。いや、実はね、彼はまた経済畑の幹部として帯同した人間であって、昔は中国人民銀行の副頭取、中国人民建設銀行の頭取、あとは、まあ、広東省にあの転職して、あの転任してですよ、あの広東省副省長とか、まあ、海南省党委員会の書記とか、北京市市長を歴任した。2007年よりは、共産党政治局委員をに昇進して、副総理にも昇進した。でさらに2012年から2017年までに彼は 共産党政治局常務委員、中央規律検査委員会の書記にも務めたんです。書記も務めたんです。で2017年の党大会においては政治局常務委員会を、常務委員を退任して、翌年の2018年には国家副主席に就任したという、まあ経歴の、まあ、持ち主であって、まあ、当然ねトップクラスの、高級幹部であるんですけど、いや実はねこの王岐山と今の中国の国家主席の習近平はね昔からね非常に深い関係にあったんです。で、二人の関係性をまとめてみますとこういうことだったんですよ。要するに1969年、当時まあ20代そこそこの王岐山は陝西省延安市の農村部にね下放された。まあ、 あのご存知の方も多いだろうと思いますが、中国は文化大革命の時にね都市部の若者たち知識人がね農村部に追い出されるんですよ。それは下放というんですが、彼も王岐山もそれ下放されて、で実はその時にね習近平もあの同じようにねこの延安市の農村部に下放されたんです。で、まさにその時においてあの王岐山は習近平と親交を結ぶんです。でしかも当時の王岐山は習近平より、まあ、5歳上ですから、まあ大人になったら 5歳の差が大きくないですが、当時が大きいでしょ。あの20代の王岐山と10代の習近平の間で5歳の差があるということが、まあ要するに王岐山はね基本的にね、まあ、習近平の兄貴のようなそういう立場になって、習近平をいろんな意味で指導したんですわね。まあ、その後王岐山は共産党古参幹部である楊毅民という人の、まあ、向こうになって、要するに太子党の仲間入りしたんです。それで共産党古参幹部の、
あの習中婚を、まあ、父親に持つ習近平とは、まあ、今度は同じ大使との仲間としてさらに、ね、親交を深める。で、2012年11月の党大会に行って、習近平が党の総書記に就任したと同時に、彼は習近平が自分の唯一の盟友である王岐山を政治局常務委員に抜擢して、翌年の、まあ、初めには、さらにこの王岐山を中央規律検査委員会の書記に任命したんです。で、今あのさっきも話した話ですが、そもそもね、あの王岐山はあの金融経済畑の幹部であって、まあ、あの行政の面では非常にあの手腕があるという話ですけども、しかしいきなりね、あの中央規律検査委員会のトップに任命されたんですよ。まあ、あのこの中央規律検査委員会というのはね、まあ、要するに中国共産党の中で幹部の腐敗を摘発するための、まあ専門機関ですわね。反腐敗の専門機関です。しかもあの超法規的なあらゆる手段を使って幹部の腐敗を摘発することができますからね。だから非常に恐ろしい組織ですわね。で、大木山がで、あのさっき話したように、もともと金融畑行政面での幹部ですけども、習近平が彼を自分のこの唯一の、まあ、昔からの友人であって、あの政治的盟友である王岐山の腐敗摘発の専門の中央規律検査委員会の書記に任命したことの意味が、要するに王岐山を使って、ね、徹底的に腐敗摘発運動をやるというね、あのつもりだったんです。いや、まさにね、あのそれ以来2013年から2018年までの約5年間ですよ、この習近平と、まあ、王岐山ね、まさに二人三脚でね、腐敗摘発運動を、まあ、展開したんです。まあ、当然あの王岐山が規律検査委員会の書記として先頭に立って摘発に当たる。5年間においてどういう人々を摘発したかというと、全政治局常務委員とか全政治局員とか、中央軍事委員会の全副主席、あるいは軍人の制服組の大物も含めて、まあ、6万人以上の共産党幹部を、まあ、摘発したんです。しかし、じゃ あ、 あの習近平と王岐山が展開したこの腐敗摘発運動の目的は何かというとね、まあ、一つはね、私に言わせれば、要するに選別的腐敗摘発、要するに集団としての腐敗摘発、それを目的が性的の一掃ですよ。要するに腐敗摘発という集団を使って性的を潰すんです。当然自分たち仲間の腐敗は絶対摘発しないです。性的の腐敗だけが摘発する。もう一つね、この腐敗摘発運動の展開でもう一つ大きな政治的効果を生んだのは、要するに共産党幹部全員に対する恫喝効果ですよ。いや、はっきりと言って、あの今までの、まあ、中国共産党の幹部ですよ、幹部という幹部ね、あの腐敗してない人は誰もいないんですから、まあ多かれ少なかれみんなね、何かね、そういうあるんですよ。だから習近平と王岐山サイドはね、この腐敗摘発というね、あの剣を振りかざしてね、あの幹部たちは恫喝すると結構政治的効果あるんですよ。要するにお前が俺たち習近平主席にね逆らえば、お前の腐敗摘発を摘発するぞという恫喝を前にしてはね、大体の幹部たちはみんなビビってね、一斉にあの習近平にあのなびてくるんですわな。まあ、結果的にまさにこの5年間の腐敗摘発運動の展開と、それが生んだ恫喝効果によって、あの習近平個人独裁体制が確立したんです。要するに共産党の中で彼に立てつく人間はみんないなくなっちゃうんです。そういう意味ではね、習近平独裁体制の確立に関しては、まあ、王岐山はそれこそ一番の立役者であって一番の功労者ですわな。しかしね、まさにね、それほどの功労者になったことは王岐山にとっての、 あの問題になるんですよ。王岐山にとっては実は全然いいことではない。いや、それはどういうことなのかとなると、そこに出てくるのは、まあ、中国流権力闘争の恐ろしい法則そろりで、昔の言葉で言えば、
今年して即になるという、まあ、中国の歴史書である四季に、まあ、出た言葉、まあ、あのこの言葉はね、あの文字通りに解釈すれば、まあ、要するにウサギね、あの要するに修行の話でしょ、あのウサギ狩り用のウサギが、まあ、飛んでしまえばウサギ狩り用のそういう猟犬、そこがもう用済みになって、逆にねご主人様にね、見られて食われてしまうんですわな。まあ要するに用済みとなれば功労者にこそ消えてもらおうっていうのが、まあ、そういうあの中国の、まあ、権力闘争の鉄則ですよ。いや、まさにその通りになったんです、あの大膝の恩兵は。で、さっきも話したようにね、2017年の秋にあの開催の党大会において王岐山は結局で政治局常務委員を退任するんですわな。翌年には中央規律検査委員会の書記も退任して、であの一応名誉職としてね、国家主席にまあ就任したんですけども、しかし中国の政治が分かる人ならば誰でも分かるように、政治局常務委員こそね、あの権威の権力のあるポストであって、そこを退任したらただの国家副主席ね、あれ飾り物ですから、何の、名誉職以外の何の意味もないんです。じゃあ王岐山はどうしてそうなったかの、そうなったのかとなりますと、要するに習近平が彼を排除しなければならない。排除する理由が一つが、要するに腐敗摘発運動がその目的を達成して収束すると、当然王岐山は要するにこの即はね、もう用済みですよ、もう即はもういらないんです。しかもさらに深い理由があるんです。要するに腐敗的発運動において共産党の中で大きな影響力を持った王岐山は、逆に習近平にとっての邪魔者であって潜在的脅威になるんです。あの5年間の腐敗摘発でね、共産党幹部ね、みんな恐れるのは、誰が一番恐れるかというと王岐山が一番恐れるんですよ。それは王岐山が共産党幹部に対して非常にそういう押さえつけが、そういう力が増してくるんですよ。要するにみんなね、習近平は怖いのではなくて、ね、王岐山が怖いですが、逆に習近平からすればそれが面白くない。要するに幹部たちにとってそれほどの力を持つのは自分じゃなくて王岐山であれば、その王岐山こそが自分にとっての邪魔者であって潜在的脅威だから、彼はね、習近平が王岐山を排除する、あの政治局常務委員から追い出すんです。ただし一応王岐山のそういう功労ね、ね、そういう古代のためには、まあ、形的に王岐山にあの国家副主席で名誉職を、まあ、与えたという話。しかしさっきあの出た東湖という王岐山の側近の摘発の話からすれば、いよいよね、アルパニオで習近平はね、もうあの王岐山はね、名誉職にとどまることももう許せなくなって、もう徹底的に排除していくという腹積もりであるかもしれませんということになっちゃうんです。それはどういうことなのかとなると、要するに王岐山習近平最後の戦いが始まるのかということ。まず、まあ、王岐山元側近の東湖の摘発はそれであの、このズルギ県が王岐山に向かう可能性が出てくる。推測される理由の一つ、じゃあどうして習近平がそこまで王岐山を排除しなければならないのか、理由の一つが、推測される理由の一つが、要するに自分の独裁政治に不安を感じた習近平は、もうあらゆる潜在的脅威をとにかく取り除く。でこの王岐山が存在している限り、いつまでも習近平さんからすれば潜在的脅威になりうるんですから、だからいっそのことも徹底的に消してしまうということ。もう一つ考えられる可能性が、要するに習近平の失政に不満を持つ王岐山が場合によって長老とか党内の反対勢力と手を組むという可能性も出てる。だから習近平が先手を打ってあの王岐山潰しに取りかかったというのが一つの、もう一つの可能性。まあいずれにしてもですよ、この東湖の摘発この一件からすれば、要するに習近平ね、独裁者になっていろんな政敵を排除していく中で、最後は
自分の唯一の、まあ、大きい山も彼にとってやっぱり潜在的脅威になっているからもう排除しなければならないというね。いやそれはね、中国政治特に独裁政治の恐ろしさがそういうものです。名誉であっても自分のためにね苦労して汗をかいた功労者であっても最後は排除しなければない。しかし王岐山も、まあ、王岐山はただのバカじゃないんですが、王岐山もそれなりに党内でね隠然の影響力を持つ。しかもこの番組でも都度紹介してきたように長老たちあるいは李克強首相も習近平に対して非常に不満を持つから、だからね習近平対李克強に加えて今回習近平で対王岐山というね権力闘争をさらに展開していくば、いけば、まあ、中国の権力の中枢が、まあ、大変荒れてくるという予感も、しなくてもないというのは、まあ、今日の話の、まあ、ポイントです。もちろん王岐山今後どうなるか、中国の権力闘争どうなるか、今後この番組をまた注目していきたいだろうと思います。いつもながらご視聴ありがとうございました。またいつも最後の、まあ、お願いでございますが、この番組にまだ登録されていない方はもしよければぜひ、下 の, あのチャンネル登録のボタンを押して、ご登録いただければ、幸いと存じます。今後ともよろしくお願いいたします。